ヒレアシカは、長高ツルモクに属するとが、アフリカ大陸、北アメリカ大陸南部、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸南部、インドネシア全長30から60センチメートル。メスよりもオスの方がやや大型になる。頭部は小型。頸部や胴体は、やや長い。お葉は幅広い上に長く、硬い。翼は短く、丸みを帯びる。くちばしは長い。甲子は短く、 胴体後方に位置する。後には、洋上の水かきと、鋭い爪がある。卵の殻は、炭鉱色や和褐色、赤褐色で、褐色や紫色の反紋が入る。つるめ内では、食い中に禁煙だと考えられている。マレーヒレアシ属、ヘリオパイズアメリカヒレアシ属、ヘリルニーズアフリカヒレアシ、属パディカ出現、河川、干潟、浸水林などに生息し、 水辺が地獄で覆われた暗く開けていない環境を好む。渡りは行わないが、アジアヒレアシは、季節的な移動を行う。夜間は水面に張り出した木の絵で休む。単独やペア、家族群で生活する。飛翔するときは水面を除草してから飛翔する。危険を感じると水面を走って、水辺の茂みに隠れる。植生は雑食で、魚類、カエル、昆虫、甲殻類。 海類、ミミズ、植物の葉、種子などを食べる。水辺や浅瀬を徘徊しながら、採食を行う。繁殖形態は乱生。水面に張り出した木の枝、倒木、流木の上などに、木の枝を組み合わせた巣を作り、2個の卵を産む。開発による生息地の破壊などにより、生息数は減少している種もいる。ありがとうございます。